どうも、こんばんは、ヤヌメです。今回は東京グールリインボーク、ジャック3、旧友との絆をですね、8ターンでクリアということで、まあ、してるんですけども、動画にはしてなかったんで、それをちょっとやっていきたいと思います。ですね、まあ、手順があって、自分の中で手順をちょっと、考えてね、やってたんですけど、忘れちゃいましたね。このジャックイベ長いじゃないですか。一周半ぐらい前に一回やったのかな。おっと危ない。オートになってる。確か3フロアまであって、2フロア目で2枚剥がさなきゃいけないっていう状況が来るので、そこを確実に、何ターンで行ったんだろうな、あれ。1ターン目剥がして、2ターン目剥がして、2ターンで突破してたのかな。とりあえず重装で削らないといけないんで、重装で削ります。剥がします。でここも一旦で突破しなきゃいけないんで、一回重装で殴って、ここなんだよな、ここを有馬で突破だったっけな。で次に有馬のスキルを使ってっていうはずだったんだと思うんだけどな。ここスキブで一回飛ばしますか。いやでもどうだったんだろう、ここ窓さんだったのかな。じゃあ俺しくったかもしれないな、これ。ですね、ここは確実に2ターンで突破したいんで、有馬打つのがいいのかな。スキブはね、あの窓さんのあれに、いやまあいいや、スキブ使って打とう。窓さんのね、あの攻撃バフの時にスキブを使いたい。え、マジか。なんかピンチです。これどうなんだろう、こっち重装で殴っていいのかな。はいはい、あ、いい感じだね。でこれで窓さんのバフを貯めていく。これ溜まるかな、これいけるかな、これいけ、よし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 。でここは一旦様子見ですね。で、相手の多分あれね、スキルダメージカット 50% だよな。であれを剥がしてしまえばダメージはもうガンガン通るので、ここまた重装でやりたいんだかな。ここスキブを使って窓さんのバフをかけたいんですよ。もしかしたら重装2回シフト、シフト2回使って重装もう1回出さなきゃいけない感じだった全く覚えてない。マジか、これ出さなきゃいけないパーティーンですね。で1回窓さんのバフをここで使う。これでもう窓さんのバフは最後ですね、ここで。で、これ重装を出していいものか、アーモンも使っとくか。これ突破できんのかな、これ怪しくね、正直。これさ、正直怪しくないか、突破できるかどうか。できないんじゃないかな。一回使おう。いや、怪しいな、怪しい使う、多分できねえな、これ。よかったっけな、ここ突破できなくても。覚えてないが、これで3ターン経って、次4ターン目なんで、このターンでここを突破するとして、4フロア目をあれだな、どうしようかな。まあ右のやつはアモンじゃねえわ、有馬のスキルで飛ばすんで、問題はこっちを、これで飛ばせなきゃちょっと、あ、オッケー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 。でこれで多分飛ぶはずだよな。でだよ、これで4ターン使っちゃったから、5678のあと半分の4ターンで、南さんを落とし入れなきゃいけないと絶望の淵にね。まあ4ターン経てば皮も全部剥がれるんで、いいんですけど、ここがきついんですよね。なんとしてもね、剥がさなきゃいけないんで。ピンチです、こんな一タイミングです。いやちょっと待って、こう考えよう、打つか打たないべきか。いやでも打ちましょう、ここはガンガン使っていこう。窓さんのバフが効いてる間にというか、多分これいけるな、バフはずっと効いてるのか。ちょうどあれだよな、8ターン目で終わるようにバフかけたんだっけ、さっき。いやこれ次なんだよ、ここなんだよな、ここで重装、何重装が
あれだよ、スキルがたまんないと思うんですよね。ここちょっとスキルアップのやつつけてきてるんだけどな。多分今5でしょ。あ、6か、6、7、あ、あと3ターンね。これ打たないとまた回復しちゃうし、なんだっけ、そう、こいつが 50% カットしてくるのかな、攻撃力を。それをアニマにつけられると、ちょっと だるみがあるって感じ。あ、たまんなかったな。どうしようこれ。アニマ下げなくていいか。アモンでいくか。アニマ。オッケー、今回も顔剥がせる。アリマ、アリマ、アモン、チョキーン。まあいけたかな、多分。7ターン目でアリマのスキル。あ、でもこいつあれか、射撃なる神に戻ってはない。まだだったか。あ、一回しばかないとダメパーティー。あ、やっぱあれだな、窓さんのあれ剥がれてるな。で、で、アモン、アモン、アモンからの銃像、からの銃像のスキル。これスキブはたまんねえのかな。たまんなかったな。まあこれで終わりですね。まあ攻撃力半減がね、かわすためにはアリマを後ろにシフトさせておくとか、まあそういうのはあると思うんですけど、どうなんだろう。このアリマごとつしてるしな、だいぶあれ、差があると思うんですけど、一回も重ねてないアリマとは。まあごとつアリマがフレンドにいる方は、この8ターンっていうやつは結構余裕でクリアできるんじゃないでしょうか。俺のパーティーもあれだからな、重ね一回共鳴させてるのはアモンだけで、しかもそれもたまたま当たったやつだからな。うん、なんか最近何かを共鳴させようと思ってるんだけど、これといってね、まあさす、まあフェスゲンアモンにしてもいいんですけど、なんかね、フェスゲンで自分の好きなキャラが、例えばなんだろう、そのアタッカーのひなみとか、アタッカーのトウカとか、まあアタッカーのアギラとか、まあちょっと女性ばっかになっちゃうんですけども、そういうのが来た時にですね、まあ、そこに一気にがっつりね、誤解共鳴させたいなと思ってるんで、まあまだちょっと先になるのかな。まあ何せよ11月のフェスが待ち遠しいですね。というわけでお疲れ様でした。8ターンで多分クリアしてると思います。はい、というわけでまた次回の実況とかでお会いしましょう。